重心クッティングイエーイということで今日も福岡の自宅からお送りしております。ですので今回も自宅の台所からお送りいたします。今日の重心クッキングはですね、橋本真也選手に教えていただいた料理です。彼はですね、すごくマヨラーっていうんですか、マヨネーズ大好き人間ですね。炊きたてのご飯にマヨネーズをブリ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 ってかけてガーッて大好きだったみたいです。そのマヨラー橋本真也選手に教えていただいたやつは、ホタテと大根と昆布マヨネーズ混ぜ混ぜという料理です。すぐできます。しかもですね、昆布とかをですね、出汁を取ったり使えますよね、お料理の中でなんやかんやと。その出汁を取った後の昆布を使えます。捨てたりしちゃダメですよ、もったいないですからね。これぜひお試しください。ご飯のおかずにもなります。お酒のつまみにもなりますね、嫁。そうだよね、うんすいません、今日もあのカメラマンは嫁です。嫁、よろしくお願いします。はい、はい、すいません、はい。ということで、まず材料ですけれども、大根もう切ってますね。これぐらいに切ってくれてもらって大丈夫です。これぐらいです。ホタテ、これ水煮です。ホタテの水煮ですね。で、出汁を取った後の昆布、これを切ったやつは大体これぐらいです。これ嫁が切ってくれました。嫁、ありがとう。すいません、ありがとうございます。はいはい、はいビールをおごるから、さすまいだ。はい、さすまい。ということで、昆布はですね、大体まあこれぐらいですね。あ、私そんな風に切らんかった。どんな風に切った？向きが違う向き、昆布の、うん、こうか、うん、あ、そうか。これどうでもいいんですけどね、うん、はい、昆布これぐらいに切ります。で、昆布でーん、それから水煮のホタテ、よいしょ、いいですね。もうほぐされてますからね。よいしょ。これはね、ちょっとあの、え、もったいない、え、もったいない、いや、もったいないんですけど、あの、水っぽくなっちゃうんです。なぜかというと、じゃ、ちょっと違うやつに取っとこう。あ、料理で使えますか？使います。主婦だね。そうですね、すいません。ちょっとじゃあ、容器、出します。ちょっとしたハプニングです。汁は捨てるのもったいねえという嫁の声で、だいたいね、3、4人前で、ホタテは3貫ぐらいでいいです。まあ、これ卵焼きね、そうそう、入れたりとかするとね、うん、美味しいですよね、この汁ね、はい、あの、無駄のないように。お吸い物にちょっと、お吸い物ちょっと入れても美味しいですね。そうですね、はい、もう大事に取っておきましょう。まあ、これこっち置いておきましょう。じゃがじゃん、ボール、じゃがじゃん、これにもう全部入れます。全部入れます。で、ホタテも全部入れます。で、これを混ぜ混ぜします。これでね、嫁からの質問で、大根はちょっとお塩を振って水抜きというか、それしなくていいのって、水っぽくなんないって言われたんですけども、確かに冷蔵庫に入れてるとね、大根から水が出るんですよ、確かに。でも、その出た分またマヨネーズをブリブリで足して食べると、その汁もね、また美味しいのよ。ご飯のおかずになったりね、本当にお酒のつまみになったりするんで、あえて塩で水切りはしてません。もうそのまんまダイレクトで混ぜます。はい、これよく混ざりました。だからもうここで、これをマヨネーズ、これをもうブリブリとかけます。はい、また混ぜます。はぁ、美味しそう。もうちょっと混ぜた方がいいかな。ブリ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 、はい、はい、これで
出来上がり。決して手抜きじゃないんですよ。もうね、終わり。今日のライガークッキング終わり。出来上がりました。それでは早速、台所で立ち食い、マナー違反かもしれません、ちょっと下品かもしれませんけど、この間料理作ったらいいけど食べるところを取り忘れたんでですね、もうすぐに取り、忘れないようにその場で食べるようにしてくれないと、おじさんすぐ忘れちゃう。もうできたらそれ食べるもつばいっぱい今出てる状態なんですよ。美味しいの知ってるからね。それではいただきます。おいしいよ。ほんとにおいしい。ほんとにおいしい。これね、ほんとに簡単にできるし、昆布とかそういう使ったもの出たらこれで使えるんで、ぜひ食べてみてください。ほんとにおいしい。もうすぐできたでしょ。もう切っちゃえば終わりなんだから。まあそういうことで、今回も自宅からお送りすることになりましたが、毎回言っております、YouTube ライガーチャンネル目指せ100万人、これを目標にして頑張っております。チームライガー皆さん、それからチームライガーじゃない皆さんも一緒に、このライガーチャンネル盛り上げていっていただければと思います。スタッフのみんなも元気ですか。いつかまた一緒に頑張りたいですね。みんなで頑張りましょう。それがこのライガーチャンネルです。ぜひお試しください。どうもありがとうございました。いや、長かったよ。長かったね、本当に。2ヶ月だもん。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ、アウトだ。はい、ありがとうございます。イエイ、久しぶり。これは。